17日、あんこさんです。もう見た瞬間、すごい優しい気持ちになったんですけど、これはハーメルの大号令の衣装で、この砂時計の上にレオルさんが座って歌っているっていうね、構図になってますね。めっちゃ可愛らしいですね。漢字一文字で表すなら、進む。テレビに出たり、YouTube ライブなどに出たり、どんどん前に進んでいっているので、進むかなと。これからもさらに進んでいってほしい、前進してほしいという意味も込めて、進むにしました。いやーもうね、これかなり思い浮かぶ人多いんじゃないですか。とにかくね、先に進んでいく、前進していくっていうのがすごい強いというか、さっきも言いましたけど、信条がある字がレオルさんにはもうね、すごくぴったりというか、まさにっていう字ですね。レオルさんとこの進むという字で思い浮かぶ熟語はね、躍進ですね、やっぱり。進むだけではなくって、そのさらにこう上を行く感じ、飛躍していくみたいなニュアンスも似合うなというか、そういうのを普段の活動からすごい感じますね。進むっていう字も道と一緒で、信条の上に隙間があった方が綺麗に見えます。はい、続いて12月18日、めめめさんです。かわいいレオルちゃんが DVD のパッケージを大事そうに持っています。DVD の発売が12月23日ですので、サンタさんからのプレゼント感がすごいしますね。後ろに流れ星も流れてるんですね、これ。漢字で表すなら、送る。音楽や言葉から元気だったり勇気だったり、私はレオルちゃんからたくさんのプレゼントをもらっていると思うことから、贈、送るという字を選びました。また、レオルを通して関わり合えた皆さんとこうやって発売まで楽しめる機会をいただいたり、実際に会ってたくさんの思い出を一緒に作ってくださることからも、皆さんから大切なものをいただいています。いつもたくさんの贈り物ありがとう。なんて素敵な。いやー本当にそうレオルさん自身から曲とか見せてくださる景色とかそういうものを送っていただいてるっていうのももちろんそうなんですけど、ファンの人との関わりとかそこから始まったつながりっていうのはもうまさに贈り物だなと、それはね本当にそう言いたいこと全部言ってくれてありがとうっていう感じはしますね。じゃあゾウ改変は下を開けてあげてください。で、こっちを縦長にドーンと書きます。田んぼの田は思いっきり斜めに、火の方はまっすぐにします。ここをはっきり変えるといいですね。はい、続いていきます。12月19日、エルさんです。神秘的な感じ、バッグに月を持ってきてるあたりと、この目の光り方、砂時計のこのモチーフの出し方というか、あとこのフレームですか、この辺のセンスがやばいですね。色味が全体的に好きかもしれないですね。ハイライトと瞳と砂時計の色が一緒でさ、すごい統一感あって幻想的で美しいですね。で、漢字はこちら、イザナウですかね。曲やライブなどでレオルさんの世界観に誘われることからこの字を選びました。レオルさんの世界観はほとんどの人を魅了してしまう、引き込まれて目が離せません。本当に素晴らしいものを持っている人だと思います。いやー本当にその通りですね。一番最初の惑わせるっていう字、だから誘惑ですよね。曲自体がまさにハーメルの笛吹き男の笛であるかのように、こう誘われて誘われて今ここに至るみたいなところがあるんじゃないかって思うんで、いや本当にねいいんですよもうね、語彙力がなくなってきた。すいません、今録画してね、かれこれ2時間ぐらい経ってるんで、ほぼ気力で喋ってるみたいなところありますけど、誘惑され続けた慣れの果てが今この姿でございます。いや、本当にね、魅了されますよ、あの世界は。ここね、払いを長く書いてあげて、その中にこの字を収めます。はい、ではラスト3つです。12月20日、松岡フリーさんです。これはね、自負画像なんですけども、進行アップグレード6つ、ハーメルの大号令6つの衣装を別々の角度から描かれてまして、細部までの描き込み、立ち絵じゃなくて、しかも全身だし、で、角度が違うので、めちゃくちゃ難しかったと思うんですけど、短期間でこのクオリティで描けるのってもう愛以外の何物でもないなと思いました。ライブでの素敵な映像や演出に、いつも美しく照らされて輝く姿が最高にかっこいいからです。いや、もう本当に映えだと思います。先ほどの彩るっていう字のところで、視覚的な彩りだけではないっていう話があったんですけど、かっこいいなって思うところ
ところではその視覚的な演出であったりも入ってくると思うんですね。例えばでかい LED 画面使ってやるとか、曲に同期した映像を写幕に映し出すとか、上げ出したらキリがないんですけど、そういう一つの作品としてのこの完成度の高さというか、もう完璧火の打ちどころがない状態で持ってきてくれるのがね、最高ですよね。右払いが一番長いです。左払いはちょっとだけ上げて高さを変えると安定します。ここも長めに撮るとかっこいいですね。12月21日、たぬきさんです。いやー、キラキラしててかわいい。もうね、この衣装ほんとね、破壊的にかわいいですよね。めちゃくちゃ、あの、衣装の金きらみがやばいですね。ちょっと主線に色が乗ってる感じ大好きなので、すごいいいなー。絶対領域の、あの、内もも感とか、ちょっと二の腕の感じとか、全体的になんかこう、歌って踊って感がすごいわかるのが最高ですね、これ。一文字で表すなら、美。私にとってレオルって歌唱力だけじゃなくて美観や美学などが作品に現れているように見えてすごい憧れるんです。努力とやりたいことに対しての行動力があるからこそ素敵な作品が出来上がっているから、だんだんとえ何この景色という驚きを感じてしまうような美を見つけられると思っていて、だからこそ私もそのレオルさんの美学や美観を知りたいし見てみたくてついていきたいって思ってしまうんだろうなって思います。あ、景色っていう単語、あのさっきの同型の時のね話にも出てきましたね。でレオルさんの美学っていうのはすごい感じるところですよね。基準がちゃんとね自分なんですよ。世間とか今流行ってるものとか、あと求められてるものだけではなくて、やっぱ自分がいいと思うかどうかみたいな、自分の中に価値基準があるところがブレてなくて、そこがね好きですね。その美学を知りたい、見ていたいっていうのはすっごいわかります。もう今日共感しかしてないですね。だってわかるんですもんここが一番長くって、他のところは短くしてください。ソみたいになってるところはちょっと隙間開けてやるとかっこいいですね。はい、ラストです。ファンアートの許可をいただく前にこの動画を撮影してしまったので、ファンアートの紹介はなしです。あのツイッターで見てください。漢字一文字で表すなら憧れ。来ましたね、憧れ。私にとってレオルの出会いは妄想勢の曲、おー、中毒性のある声に惹かれ、いつしか憧れる存在になったから。レオルにしか出せない声でたくさんの音楽を作り歌い、自分自身の個性魅力を世間に全力で披露しているのがすごいと思った。誰もが憧れるレオルの可愛さとかっこよさのキャップに胸がトゥンク。わかります、めっちゃわかります。すごい、もうこれレオルさんの魅力を300字以内で述べようとかいうテストがあったらこれ満点の回答じゃないですか。はい、憧れという字です。立つっていう字の下、ここが一番長いです。なので里っていう字のここはあんまり長くしない方がバランスがいいですね。というわけで18人分のあれが終わりましたが、ここね忘れちゃいけないのがあるんですよ。19人目がおります。企画がスタートする一番最初のツイートのリプランにこっそり参加してらっしゃるのがこの企画の発案者のなしさんです。レオルを漢字一文字で表すならみ、魅力の実です。特に今年は金字塔のグリモワールやアンドゥトロワみたいな、これまでとは歌い方の表現が違う曲があり、ファンとしては魅了され、第6巻というこれまでレオルを知らなかった人々にまで魅力が伝わり、Qのフェミニンな衣装かつどこか不思議な世界には魅惑される、いつでも見入ってしまうものを作り出すところがすごいと思いました。いやー、もう本当にこの文章の中に何回魅力の実っていう字が入ってますか。 1,2,3,4 回ぐらい入ってますか。いやもう本当にね、そうなんですよみんな見せられちゃう、これがすごい、ハマっちゃうんすよ。誤解を恐れずに言いますよ、誤解を恐れずに。確かに人は選ぶかもしれません。結構変わった声だからえって思う人がいるかもしれない。でもそれぐらいね、尖ってても彼女は自分のあれを突き通すのは、そこにちゃんとこう理念っていうか信念っていうか自分のやりたい音楽があるからなんですよね。もうそこが強固なので、もう初見の人が引く間を与えないくらいのこう説得力みたいなものがあって圧倒されちゃうんですよね。なんかだからそこがね、もっと知りたいって思う入り口なのかなって個人的には思います。はい、できました。これはもう本当に思いっきりうーんと長く書いてあげてください。このみっていう字なんですけど、ちょうどカタカナのむと同じくらいのところまでしか払わないようにするとバランスが取れます。はい、というわけで
全18名プラス企画元のなしさん、まあ、計19人ですね。ファンアートやら漢字紹介してきました。で、このタグ自体が公式さんも反応してたり、レオルさん自身も反応しているぐらいすごい愛のあふれてるタグだなっていうことで、ぜひツイート元の方に行かれて感想のリプライとかを送ってみてください。最近知ったんですとかそういう人も多分いると思うんですけど、新参とか子さんとかもう関係なく平等にレオルさんについて語り合える場が欲しかったので、今回この動画作ってみました。私はレオルさんのこの曲が好きとかあったらぜひよろしくお願いします。最後になりましたが、この企画に私自身は参加してないにもかかわらず開拓してくださった企画元のなしさん、企画に参加していた皆様、本当にありがとうございました。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。